来られた方もいるかもしれませんので、あの Wi-Fi の設定に関してご連絡です。入り口に書いてある、ところに、QR コードと一緒に書かれているものが Wi-Fi のもの、あの ID パスワードになります。ちょっと長いんですので、あの間違いないように入力いただければなと思っております。あのですね、あのスマートフォン、QR コード読み込むと、機種によってはですね、あの、まあ、かなりの確率で、Wi-Fi の設定そのままパスワード入力必要なく登録されるというのもあるので、ぜひそういう検証もしたい方はぜひ試してみてください。よろしくお願いします。もう少しで始まります。よろしくお願いっていう感じでいきます。はい、はい、ということでですね、あと残り2つということになりますが、次は5番目ということで、はい、あのここまでいろいろな会社さんの、事例を、伺えております。次もですね楽しみですということですね。吉野さん、 NTT コミュニケーションズ株式会社から、IoT システムにおけるノードレット活用術、オフィス IoT システムへの適用ということでお話しいただきます。それでは吉野さん、よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました吉野です。よろしくお願いいたします。今日ちょっと午後から来たんですけど、皆さんの発表資料を拝見させていただいていて、思いっきりあの会社フォーマットのすごいテンプレのやつが出てきて、なんか私全然会社名背負ってない感じの雑いやつになっちゃったんで、あれやったかなみたいなのがあるんですけど、お手柔らかにお願いします。はい、で最初に自己紹介軽くで、この写真、あの前 IoTLT で少し喋った時に撮っていただいた素敵な写真なんですけど、あ、自動的に回っちゃいます。まあ、一応 NTT コミュニケーションズです。で、経営企画部 IoT 推進室ってなってるんですけど、まあ、IoT の実際のサービス持ってたり、まあ、この後ご紹介させていただく IoT 向けのクラウドを持ってたりとか、あの実際のお客様のソリューションとかを、あの実際に作るところまで含めてやらせていただいてっていう、まあ、事業部みたいなところで、やらせていただいてます。でその中で私 IoT ソリューションアーキテクトで、まあ、実際にどういう IoT やりませんかみたいな、その企画の部分から実際に作っていって、でそれを運用に回すところまで、一連見させていただいてます。で本日ご紹介させていただくオフィスの事例なんかも実際にあの作るところからやってて、あの実際のインプリのところだと、あの建設中のビルに行って、あのヘルメットとかですね、厚いタイルもつけていろいろやってたりとかしてました。はい、でまあ、最近の趣味ランニングで、職場スラックあるんですけど、ランニングチャンネル作ったら、なんか私がちょっと先週ダウンしてたのもあって、気づいたらなんか同僚の筋トレチャンネルになってたりとかあるんですけど、まあ、体動かすのもいろいろやったりしてます。でこれ1枚、我々 の、 その IoT 向けのシングスクラウドというところをちょっとあのご紹介で、この黄色い部分ですね、この行ってこっちか、この黄色い部分のこの IoT プラットフォームと書いてあるところ、これが我々の中核の部分で、まあ、イメージ的にはちょっとファットな IoT ハブみたいなサービスです。で、ここのクラウドをキーにしながらデバイスつなぐところの選、デバイス選定のところから、あのこれを使ってさらに実際のエンド様が使うユーザーアプリケーションとか、まあ、その辺まで一通りあの NTT コミュニケーションズとして、事業やらせていただいているというものになります。で本日ノードレットなので一応こういうのも準備してきたんですけど、意外と私個人としてはノードレットの付けは気づいたのも3年ぐらいあって、もともと前職 R&D の方の部門にいたんですけれど、その時に、まあ、ノードレットみたいなのがあるぞみたいな、これは結構使いやすくて良さそうだぞみたいな形でちょっといろいろ使い始めたところから、2017に IoT 今の部署に移動してきて、でそこで、まあ、クラウドを先ほどのやつを出させていただいたと同時に、やっぱりデバイスどうすんだとかアプリケーションどうすんだみたいな話になった時に、ノードレット意外とハマるんだねっていうことでいろいろ使い始めたっていうのが最初、まあ、本格的に使いました最初で、あの部署の中だったり社内の中にも展開させていって、で今日お話しするオフィス IoT のところで、まあ、実際にのシステムの一部として導入してみたというところをやっているという感じになってます。はい、ということで、本日の話の流れなんですけれども、実際にその導入したオフィス何やったんですか、でその中でノードレットをどうやって使ったんですかっていうところのご紹介させていただくのと、で後半はもうちょっと幅を広げて、まあ、その IoT オフィスに限らず IoT っていうところにおいてノードレット
感動を見てますみたいな話を少ししたいなと思っていますというものです。で、最初の話はオフィス IoT の導入のところです。で、どこのオフィスですかっていう と、我々の入ってるビルです。ここが、NTT UD っていう我々 の、 都市開発っていうグループ会社の持ち物なんですけど、そこのビル一棟丸とやらせていただきました。で、ここは出来上がったのは去年の7月竣工で、我々とかも昨年末にかけて順次移転していったっていう感じなんですけれども、こちらのビルでやらせてもらってます。で、どんなことやったのっていうのはさっきちらっと流れてたんですけど、これカーソルがどこだ、ちょっと紹介動画がありますので、この辺も使って。カフェテリアやフリースペースで空席を簡単に見つけられたら、使われていない会議室の利用状況を確認できたら、混雑するトイレのピークタイムに空き状況を確認できたら、そんなもしもを実現するのがオフィスビルの施設を可視化する NTT コミュニケーションズの IoT ソリューションです。大体はトイレと会議、各会議室みたいなところの可視化、空席状況を明らかにします。各テーブルの下に設置されたセンサーが、これ実際の我々のオフィスと実際についてたセンサーで分析、可視化します。その情報はサンゲージやスマートフォンから確認できるので、空席を待つ時間や場所取りの手間もかかりません。続いて会議室の利用状態を把握する空き床ホールーム、天井に設置されたセンサーによって人の動きを感知し、会議室の利用状態を明らかにします。これ会議室なんですけど、実際にエクセジの予約システムと連携してて、予約したんだけど全然人来ねえじゃんみたいなことになると、センサーが不在だったらもう勝手にキャンセルして他の人を使っていいようにするみたいな、そんな感じ。 TINT はトイレの利用状況を見える化します。各個室に設置されたセンサーがドアの開閉を検知して人の在室を判断します。利用者はスマートフォンから利用状況を確認できます。混雑緩和につながり、待ちストレスの解消にもつながります。これ今出てるの本当のサービス画面。利用時間が20分を超えるとライトが赤く点灯し、利用者の長時間利用への気づきや安全管理に役立ちます。これ結構チャレンジングでした。ランプまでやってるであんまないと思いますよ。オフィス環境をより便利で快適な空間へ。そのシステムの中核として NTT コミュニケーションズが提供するのが IoT プラットフォームシングスクラウド、こんな感じですね、はい、という、3つほど導入しましたっていう感じです。でですね、今のやつがこんな感じなんですけど、実際突っ込んだ IoT デバイスとしては1000超えてました。ゲートウェイとかセンサーとかライトとかモロット含めて、この規模を、ワンロケでバーンと大規模展開したっていうのもなかなかないことをやらせてもらえたかなというところで、はい、貴重な経験をさせていただいてます。で、この辺のサービス群、弊社の営業周りがいろいろご紹介に回ってるので、ご興味ある方はぜひお声掛けください。セールスと。で、じゃあこの中でノードレッドどこで使ったんですかっていう話で、さっきの3つともノードレッド使ってるんですけど、一番わかりやすいトイレ例にしてちょっとご説明します。で、さっきちらっと出てたトイレの概要ここなんですけど、まずやっぱりその IoT ゲートウェイエッジ側の集約とそのクラウドの接続っていう部分でノードレッドを使ってます。で、実際どんな機能を持ってるんですかっていうと、大体こんなもんで、そんなに重たくはない。センサーのデータを受け取って、で、あとそのトイレって1ブースの中に部屋が何個かある。で、その1ブース単位で、今の空いてるの何個みたいなところを集約して、クラウド側に状態を送ってあげるとか、で、あとさっきランプパンと使ってついてましたけど、あの辺はクラウドに制御を任せていて、クラウドの方で、しばらくこの個室使いっぱなしなんだけど、みたいなのを判断して、一定時間経ったら、お前この部屋の、中にこもってるから、ちょっとランプつけてっていう制御をクラウドから出す。
でその辺の、メッセージの受け取りとか、あとじゃあ実際にそれをランプ引かれって言われたのに応じて、あのあそこについてのあの某あの P 社のやつですけど、あの API をパーンとあの引かれみたいなやつを叩いたりとか、でそれで着いた後で人が出てったら、あじゃあ大丈夫だったんだねっつって、じゃあ外部消えてみたいなことをやったりとかっていうことをやってます。であとあの他の方の発表でもあったと思うんですけど、実際に IoT やってると、あのこいついざっていう時に本当に生きてるの死んでるのみたいな話が絶対つきまとるんで、まあ、その辺の定期的な資格監視みたいなのも投げさせたりとか、まあ、この辺の話をノードレット使って一側でやってるという形になります。で、まあ、なんでノードレット使ったんですかっていう話で言うと、まあ、この辺も多分午前中の発表、午後のここまでの発表でもたくさんあったと思うんですけど、やっぱ簡単そうでしたっていうのがとにかく一番でした。で、まあ、我々このプロジェクト自体がそのさっきのシンククラウドってリリースして、まあ、半年ぐらいでやるっていう話になって、そこからあのセンサーのとかランクの選定から含めて割と1年経たずにバーンとやっちゃったんですけど、その辺のトライアンドエラーも含めてやっぱりとにかくスピードを効率重視でしょっていうところで使ってましたっていうところがあります。で、まあ、先ほどぐらいの機能で済むよねっていうところも見えてたんで、多分そんなにファットにもならんから、まあ、それだったらやっぱ手軽な方がいいでしょうっていうところの判断もあったというところと、あとまあ 3つ目はちょっと、まあ、我々トリガーというかもうビルド部分でしかないんですけど、ノードレット結構、まあ、この先も出てきそうだなっていうのもあったんで、少しノウハウを貯めておこうかっていうのも正直あったのは事実です。で最初の冒頭の方であって、私 R&D のところにいたときに一緒にノードレット触ってたチームもまだ残ってたので、まあ、その辺に知見が継続してたまったっていうのもあって、じゃあやってみようっていう形で、採用したという形になりました。でじゃあ実際どうだったのっていうところで言うと、まあ、やっぱり実際作るのは早かったです。で先ほど映像にちらっと出てたセンサー群、あれ N号車っていう無給電 のバッテリーです通信規格なんですけど、その辺のセンサーも割と知見かかってない中でトライアンドエラーしながらガーッと探ってたんですけど、その辺も含めて割とぐらいだったら、まあ、1週間程度でボボッととりあえずプロトを作れちゃうみたいな手軽さは正直ありました。で電源の中身とかも結構ローレベルでゴリゴリ見なきゃいけないみたいなところも、とりあえず上がってくるのはシリアルノード突っ込んでいけば上がってくるし、でその電源の中身構成どうなってんだっけみたいなのを使用書とそのデバッグノードの出力見ながら、あらゴニョゴニョゴニョってやってると割と結構解析も早くてみたいなところは正直ありました。で、さっきあっちのカフェの方でパナの方も喋られてましたけど、実際にじゃあ試験とかするときもそこで作ってたノードに別にインジェクトをつけてあげると、そのままそれがシミュレーターになってボート転化して作れちゃうみたいな、そういう簡単さも実際やってみたらありましたっていうところはあります。で、あとはじゃあそれを突っ込んだ、そのまま突っ込んでみて、もうそろそろ半年じゃないな、稼働1年弱経ってるのかなっていうところになってますけど、動作的には結構安定していて、ノードレットキーンでどこっていうところは正直運用してて今のところない状態になってて、まあ、安定性もそれなりにあるっていう感じはしています。で、ただ、まあ、いいところだけじゃなくてやっぱ辛いところも結構あって、特にここも多分皆さんうんうんって助かれてる方が結構いらっしゃるんですけど、買われていないのは本当辛くてですね作り始める 0.17 で、ね、だからマイナーアップがもう7回8回って半年ぐらいで起きちゃうとか、なんならちょっと某社の IoT ゲートウェイとか使わせてもらってたんで、デフォバージョンもっと低いところから始まってとか、そういうもろもろやると今当時なんで今もうバージョン上がってるんですけどボロボロそういうのもあって結構本当にバージョン差異でハマったっていうのはかなりありますね。特にその14から16、17ぐらいにかけての上がりっぷりも、特に HTTP ノード周りとかもうすごいゴリゴリっと仕様変更があったりとかですね。でそういうアッパーコンパチというか、その完全なバージョン互換が保たれてないみたいな変更が普通にマイナーバージョンに用って入ってくるんでその辺もかなり怖かったっていうのは正直あります。であと何よりもソース管理は多分皆さん
10回ぐらい死んでると思うんですけど当時はやっぱプロジェクトもなかったですし、変更管理がとにかく絶対できなくて、でこの辺でなんかすごいつらみがあったなっていうのは当時の経験としてはあります。でただまあその辺のペインポイントも、まあ、これ 1.0 のロードマップ、これ2017ぐらい出てるんですかね。で最近のアップデートもありますけど、その先ほどの構成管理みたいなところも 0.18 ぐらいから入ってきたプロジェクトを Git 管理できるような機能とかも、まあ、ベータですけど入ってきてたりとかで、まあ、未だにバージョンアップは激しいですけど、そろそろようやく 1.0 ベータ出ていて、まあ、今年中には 1.0 になるのかなみたいな、そういうところも出てきていて、まあ、ベースの Node.js も LTS、まあ、去年とか出ましたしっていうところで、まあ、そろそろ安定性というか少しぐらいは枯れ、まあ、安定的に枯れてくるのかなっていうところは見通しが見えてるのかなというところで、まあ、この辺でもうちょっと楽になっていくといいなというところは思っているところです。はい、というのが、まあ、今そのエッジ側のノードレット活用について一通りバーッと喋らせていただいたんですけど、実はこのトイレの IoT とか先ほどの空き床って会議室系のやつも含めて、実はもう一箇所ノードレット使ってたところがあって、でそれこっち側ですね、今左目の方にポコッと入れたと思うんですけど、この下の方です。このデバイス構成管理ツールっていうやつをもう一つノードレットを使ってウェブシステムとして作ってみましたみたいなことをやってます。で、ざっとここに書いてあるんですけど、これだけだとちょっと何かなっていうのは分かんないと思うんで、少し解説スライドを入れさせていただきました。ちょっとノードレット少し本質から外れるんですけど、IoT としてっていう話です。で作ったウェブシステムこんな感じになっているんですけど、これ何っていうと、IoT やるときの辛さがですね、ここに結構消えない課題があると思っていて、何かっていうと、実際さっき言った線とか物理デバイスぶち込んでいくことになると、じゃあその物品管理っていうところどうすんねんっていうつらみがあると思ってますと。で、まあ、単純にその機器一個一個のシリアルだろう何だろうっていうのを管理していくっていうこと自体も結構グゲーってなって、でかつしかもそれがそれなりの IoT ゲートウェイとかにも値段になってくる、資産管理とかにも関わってくるんで、そうなってると本当にシリアル単位でちゃんとそこに緊急調査含めてないといけないみたいな、そういう話になってくるんで、その辺の管理つらいですよねというのがある上に、さらにもう一段階あって、そういった情報ってじゃあシステム導入しておいて自動で管理しときゃいいじゃんって言えるかっていうと、必ずしもそうじゃないっていうところがつらいポイントだと思ってますっていう話で、その機器にまつわる情報っていうのはある意味自動的に回収できるんですけど、じゃあその機器はこのビルの何階のどこら辺にあるみたいな情報って、それって確実に人の意思が入ってるんで自動化できないんですよね。その情報は人が入力しないと結局管理しきれないんですよ。で、まあ、今回は我々のオートマチプレイスっていうビルに入れましたけど、じゃあそれが別のビルにも入れたいですってなった時に、じゃあそのビル名そもそもないやねっていうところが始まって、そこ何フロアのとかそういう情報って結局そこの場所ロケが決まってやるってことが決まんないと出てこないし、それは人手でしか入力できないみたいな情報が残ってしまうっていうことに対して、じゃあこれを管理するにはっていうと、人手だったらやっぱ Excel 最強だねみたいな話になってくると思うんですね。で、この辺が、まあ、我々のシングスクラウドってちょっと他の IoT プラットフォームと違ってて、少しデータモデルみたいな考え方が若干含むプラットフォームになってて、まあ、モノ系の情報ってそのインベントリーって中だったり、数値はメジャーメント、テキストだったらイベントとかアラムみたいな、そういう状態持ってるようなモデルがデモであるんですけど、その中で特にインベントリーっていう中にデバイスと他のアセットっていう二分類があるんですね、もともと。つまりその先ほど言ったデバイスに固有 の、 そのある意味自動管理できるような情報体っていうものはデバイスとしてあって、でもそうじゃない情報も厳然として IoT システムの中で扱わなきゃいけないよねって言ってるのをアセットと呼んで、その辺の概念を分けて考えるようにしているっていうようなプラットフォームになってます。で、この辺をじゃあどう管理するのっていうと、結局 Excel になるんですが、ただその Excel 情報も結局じゃあその IoT システムをメンテしている人は
そのクラウド画面見て情報を今何が起きてるみたいなとか、ここどこにあるみたいなのを管理するんで、クラウドにも反映させなきゃいけないって言った時に、Excel でじゃあもうデータモデル作って、でそのデータモデルに乗っ取った物品、そのデバイス情報とアセット情報をもうまとめて1 Excel で管理してしまえ、でそいつをクラウド組ませて、システムに組ませてクラウド側に自動反映してしまえみたいなシステムを作って、見る先行のデバイスとかを管理してますっていう話になってますという話があった上で、じゃあそれをどう作ってんのっていうと、大体こんな感じになってて、そのデバイスとかアセットっていうことのデータモデルを最初に Excel 定義して、でそいつを組ませて SQLite に叩き込ます。でそのデータモデルに乗っ取った個々のデータっていうのをまた別のシートに入れて組ませて、でそこのデータモデルと、マスターデータと呼んでるその個々のデータっていうのを、クラウド側に順次ボンボンボンと登録していって、同期を取らせるっていうようなシステムを、これをノードレッドで作りました。どこ行った、この辺の全体をノードレッドで作りましたっていうことをやりましたという話です。で実際作ってみてどうだったかっていうと、ぶっちゃけ知ってたんですけど、結構辛かったですというのは正直なところもあります。で、やっぱり、結構単純なシステムではあるんですけど、Excel 加わせて終わりました、加わせて終わりました、アップします、アップしましたみたいな感じではあるんですけど、そうページ数がなんか10とかになってくると、なんかその HTML 管理するだけでも結構つれえなみたいな話があったりとか、本当にモデル食わせて終わり、モデル食わせて終わりで、完全性的ページとかだったらいいんですけど、なんかそこでじゃあ途中までしか上がんなかったら、そこで切り戻して、一回止めて、ここが失敗してるみたいな出させてみたいなことを考え出すと、だん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 辛くなっていく。でその辛くなりっぷりがやっぱりウェブフレームワーク使った時とは比べ物にならないぐらい跳ね上がってるっていうところがあって、でダッシュボードとか結構使われてると思うんですけど、あれはどうしてもやっぱり上がってきたデータを見せるっていうパーツなので、こういうインタラクティブなものを作り込むっていうパーツじゃないんですよね、やっぱりっていうところは結構知見としては得られたかなというか、そうだよねっていうのを再確認したみたいな感じでした。はい、とはいえあれはあれで今まだ現用で使い続けているって感じです。はい、というのが、オフィスの先ほどの事例の中で、こんな風に使ってますという2点のご紹介でした。でそこからもう少し広げて、じゃあ IoT 全体でっていうところに少し話を広げてみるんですけど、ノードレッドで、これも皆さんの資料とほぼほぼ同じだと思うんですけど、IoT にはかなりハマるなと思ってて、それってなんでかっていうと、やっぱり IoT ってすんげえゆるふわなところから始まるんで、もうとにかくさっさと作ってこんなもんすかって見せて仮説検証していかないと全然進まないとかですね。でとはいえ、じゃあこういうデバイスあるんだけどつないでとか、こういう見せ方したいんだけどみたいな、そのみんな同じようなこと言うんだけど使うものが別だったり微妙な要件違ったりで大体ワンオフになりますというところになってきたときに、これつなぐこれつなぐみたいな、その接続部分のコストがとにかく面倒くさい。本当はアプリケーションロジックだけちょちょっとやればいいだけなのに、例えばデバイスなどの特徴系のデバイスやると全部接続部分から一個一個作んなきゃいけないとかですね、そんなことをやってると日が暮れるし金もかかるのでやりたくねえなというところもあって、そういったところはやっぱりノードレッド の GUI でデフォルトのボタンポンポンポンって並べてってつながっちゃうよっていうところはかなり効くなと思っています。で、そういう接続部分を除いてしまえば大体必要とされる機能構成っていうのは大体似てくるので、その辺はかなり使い回しが効くようになってくるっていう良さもあると思ってます。で、これカオスマップ去年話題になったやつちょっと借用させてもらいましたけど、これ確か300何十度あるんですよね。これにもカバーされない産業用とか含め出すと、もう本当にプロトコルだけで何十度になってきて、こんなもん全部が全部こうまっとうに扱ってらんねえなっていう話の中で、省力化できるところはやっぱノードレッド使って簡単にやりましょうよみたいな話だと思ってます。で先ほどのオフィスの部分でもやっぱりコアの部分こういう感じでしたけど、
結局 IoT でやるときの処理の中で大体まずはここなんですね。何かしらそのゲートウェイというかその処理パーツの外側にあるものからデータを何かしらで受け取って、で、それを必要なモデリングして、でクラウドに組んであげるみたいなところで、そのローレベルなところのデータを受け取るとか、でそれをどっかに投げつける、あるいは保存するみたいなことっていうのは、やっぱりノードレットのデフォルトパーツというか、いろんなノード群の豊富さっていうのは非常に効いてくる部分だと思ってますので、この中心の部分ですね、じゃあ拾ったデータどうするのっていうところに集中すればいいっていう非常にシンプルな話になってきます。で、っていうのは文字にするとこんな感じになるんですけど、入力の部分、先ほどのシーメンスの方の発表もたくさんノードありましたけど、あの辺で大体賄います。でもうなんならメジャーなセンサーだったら、データパースの部分まで含めて、これでメセージペイロード入ってきますみたいなところができちゃうんで、その辺は本当に簡単になります。でクラウドのデータ送信っていうところも、メジャークラウドの皆さんのやつは全部大体ノードありますし、で我々のシングスクラウドも今ちょっと横井さんの作られてるノードジェネレーターとかも最近使ってみて、この辺を使いながらちょっとシングスクラウドノードみたいなところも検証を始めているところですね。はい、ノードジェネレーターご存知の方は意外と多分オーガナイザーの横井さんに一番喋っていただけるんで、そちらにお任せするとして、言うと我々のクラウドの例ですけど、我々のクラウドを持っている API を、オープン API と呼ばれる、スワッカーみたいなツールを使ってバーッと書き下していくと、これをベースにノードが作れてしまうという感じですね。これちょっとここにもあるオムロンの環境センサー、オムロンさんの環境センサーとかの例ですけど、データとでくるところはシリアルノードに任せて、でこの辺はバイナリーパースというところはファンクションでちょっと頑張ってますけど、データパースしたやつを、シングスクラウドっていう我々のクラウドに上げるためのデータマッピングとか必要な情報の補足みたいなことをやってあげて、もう投げ込むところはこのシングスノードにボボンって押してしまえばできるというようなところが簡単に実現できるという形になります。でやっぱり我々いろんな IoT、これまでもやらせてもらいましたし、これからもやっていくんですが、そういった中で、すんげえ大変なんですって散々連呼してるんですけど、でもやんなきゃいけないところでもあるとですし、我々 NTT として結構やっぱりその泥臭いところ、実際に日本全国に人いますし、そういったところに向けて、実際本当にデバイスを打ち込んでそれをメンテナンスし続けるというところは含めてちゃんとやりますという事業者だと思っているので、その辺は手を抜かずにやろうというところで言うと、こういう省力化できるところはどんどん省力化をしていって、実際にこれらを使ってじゃあ何ができるかというところをどんどん広げていきたいなというふうに考えているというものです。で、その文脈で最近もまたちょっと3末かなにリリース出させていただいて、シングスパートナープログラムということで、そのデバイス持ってらっしゃる方々にお声掛けさせていただいて、でモーションデバイスと我々のクラウドと、あるいは我々の NTT としてのケーパビリティを持って、もっと IoT 推進していきましょうよっていうような枠組みをやらせてもらってます。でこういったところのパートナー様とのやり取りというか、そういった方々とのビジネス創造みたいなところも、先ほどのようなツールを使ってどん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 加速していきたいなと思っています。で、やっぱりもうそろそろポックを過ぎて、実際本当に IoT で何を生み出せるの、どういうことあるのっていうところをどんどん進めていかなきゃいけないっていうフェーズだと認識してますんで、単純にこのデバイスあります、こういうプラットフォームありますだけじゃなくて、これらを使ってどういう形ができます、先ほど の, そのトイレは TIoT とか書かせていただきますけど、ああいうソリューションカットのものをどん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 出していこうという営みを進めてきているところですので、今後もノードレットもうまく使いながら、こういった営みビジネスっていうのを作り出していきたいなというふうに思っています。というところでまとめですね。前半戦はオフィスの実際の事例の中でノードレットどうやって使ってますか、エッジガマと
管理側っていうところで使ってますっていうお話をさせていただきました。でもうちょっと広げて IoT とノードレットっていうところで言うと、まあ、やっぱノードレットいいところはだんだんハマりどころはかなりあるので、今後も使っていきたいと思ってますっていうところと、あと皆様とやっぱり我々だけでは全然 IoT できないので、パートナーの皆様と一緒にやっていかなきゃいけないっていうところは本当に強く思ってますので、ぜひぜひ皆様とご協力させていただければなと思っていますというところをまとめさせていただきます。以上、ありがとうございました。吉野さん、ありがとうございました。シングルクラウドの周辺にあるノードレットのいろんな予報ありがとうございました。はい、2分ほどありますので一つだけ質問を受け付けようかなと思いますが、皆様、質問したい方いらっしゃいますでしょうか。ということで、そうですね、はい、大丈夫かな、わかりましたということで、ちょっと質問なさそうなのでこれで終わりにしていきたいなと思います。ということで、今日の口頭セッションは、ここで終了です。吉野さん、改めてありがとうございました。次の、セッションまで15分の休憩ございます。皆様、ご休憩よろしくお願いします。ありがとうございました。